小鈴のこべや。さあ開こう Another story、 青く光る場所へ、もう一つの未来を、君と今ここに始まる。はい、皆さん、コンスズはパーソナリティの榊原由衣です。コンスズはアシスタントの藤崎さやかです。はい、この番組はデボノス製作所&スタジオエゴさんの情報をたっぷりとお届けするウェブラジオでございます。はい、5周年だってねえ、びっくりですね。ほんと何この5周年もさ、もう5年もさ、はい、ブルーマインドから始まってんの？そうですねブルーマインドから始まってますねブルーマインドってさはい、いつ待ってさっきなんか別のラジオの収録でも、はいはい、この曲いつだよっつって2004年だったとかって話してたけど2004年、はいはい、ブルーマインド2016年だ。あー、なるほど。違うよ、違った、2011年だった。え、16年じゃん、そんな最近じゃない、11年、うん、はあ、もう10年ということですか。じゃあブルーマインド10年のうちの半分この小鈴でかけてんだよ。あ、すごいことですねそれは。5周年でございます。はい、恐ろしいね、すごいですね。皆さん、そんな中ね、いろいろちょっとふつめるいただいてるんでね、はい、ふつめるから先行きましょう。はい、早速5周年の話ちょっと後にしましょうそうですね、はい、早速ご紹介していきたいと思います、はい、ラジオネームデボスズメを解体さんからいただきました、うん、ありがとうございます。顔顔も、うん、顔顔ゆいさん、さやかさん、コンスズは、コンスズは、時期があれなのですが、お二人は初夢見れましたか？確かに、まあでも確か2月だから、そうですね、ここまで来たら何かしら見てるかなっていう。そうですね、そうですね何かしらは何かしら見てるかなってことで、ちなみに私が見た初夢は、うん、異世界ファンタジーものでした。ほら、その夢の中では自分のパートナーとなるモンスターを召喚して冒険に出るという世界でした。ほら、ね、他の人たちを見ているとドラゴンなどの強そうなモンスターを従えている方ばかり、うん、期待を胸に自分の番がやってきました、うん、そして私のパートナーと、となったモンスターはというと、うん、夫愛で尻尾が3本の小さな黒猫でした。なんかかっこいいじゃんねえ。当然戦闘力はなく、ないんだ、ね、ずっと私の肩に乗って眠っている感じのやつでした。不安だらけでしたが、いざ冒険へ。すると序盤では決して戦ってはいけない敵と遭遇当然私は逃げ回ります、うん、どうにかならないかと猫に聞くと、一つだけ使える技があるとのこと、うん、早速使ってもらうと周辺から野良猫たちが走ってきて次々に私に飛びついてきました、うん、そうです、これが私が使える唯一の技、猫の鎧でした。リアルの猫が鎧ってことねリアルの猫の鎧、はい、鎧ね、うん、こんなんでどうすればいいんだよというところで目が覚めました。夢の中でくらい活躍させてほしいと思った新年でした。長くなってすみません、それではとのことで、わいただきました。なんか夢ってさ、はい、残念なこと多くない？多いですよね。結構残念みたいなこと多い気がする。え、初夢は見た？初夢というか私よく見る夢があるんですけど、うんうん、初夢じゃねえなそれじゃ初夢じゃないんですけど、うんうん、まあ、今年もあの一応見たっていうので、うん、言うと、うん、すっごい不思議な夢なんですけど、うん、その夢の中で私寝てるんですよ、うんうんうん、その寝てる私の口からめちゃくちゃよだれ出てて、うん、でそれ尋常じゃない量のよだれなんです、それが。おお、でなんかいずれそれが湖になり、うん、最終的によだれでこう湖できて、うん、そこで自分が溺れて苦しいみたいな夢なんですけど、うん、あります、そういう夢？ないです。うわ苦しいって言って目が覚めるっていう。よだれで、そうなんです、よだれで湖できる、湖できる、はい、はい、そういう妖怪を出してもらうかしかな、ね、そうですね、デボロさんの、そうですね、はみたいなね、ねよだれざやかあんまり強くなさそう、そうだ、ね、はい、ちょっと迷惑なだけっていうね、はい、そうですね、強いとかじゃない、迷惑、迷惑ですね、はい、だからそういうことだよね、だから
残念なの。そうですね、絶対あるよね。残念な、うん、そう、残念な夢。私、うん、まあ、初夢になるのか、はい、もっと他にもしかして見たかもしれないけど、最近見た夢があって、はいはいはい、そのパズル、めっちゃでっかいパズルを組み立ててんのよ、はいはいはい、むちゃくちゃやってピースはめてできたってなった時に、はい、なんかウォーリーを探せのパズルだったっぽくてでバーって探した時に、はい、いなくねって終わったっていう悲しいめちゃくちゃ作ったんだよパズル、はいはいはい、だから絵本でウォーリー探せじゃなくて、うん、パズルで、パズルでウォーリー探すから、もう難易度爆上がりなわけですよそうですよね、そうそうそう、で、はい、めちゃくちゃでかいパズルを組み立てた後、ウォーリーガーって探した時にいなくねって終わった悲しい悲しいね組み立てたのになかったんだよ、ね、ウォーリーを探せのパズルなのにウォーリーなかったんだよ。もうこれは訴えてもいいレベルのね、本当にだからやっぱ結構この猫の鎧もそうだけど、残念なことやっぱ多いね。起きますね夢はね。いいことで終わらねえからそうですね、そうですね、いいことで終わった人報告ください。はい、お待ちしてます。はい、じゃあもう一個行きましょう。はい、うん、ラジオネームハラミツさんからいただきました。ありがとうございます、はい、皆さんこんすずは、こんすずは、こんすずは、いきなりですが、去年北海道に戻ってきたのに、うん、また1月に移動になり、no. 今度は福島へ。おー、とは言っても6ヶ月だけですが、その後はまた北海道に戻る予定なので、年始から慌ただしく過ごしています、うんうん、去年はいろいろと大変な1年でしたが、2021年は充実した日々を過ごしたいですね、とのことで、うん、いただきました。あら、大変ですね、うん、メーカーの中の人からも来てますね。お、はい、投稿ありがとうございます。移動などあると大変だと思いますが、気分転換に小鈴の小部屋など聞いていただければ幸いです。またお時間ができたら、投稿もぜひということでね。うん、はいはいはい、いや、大変だよね。別にうちらはさ、どっか行くみたいな移動とかはない職業だからだけどさ、そうですね、6ヶ月だけ行くって、どそのお家はじゃあどうするんだろうね。その間だけ借りられるってことですかね、新たなところ。北海道のお家は置いといて、うんうん、でも、島、そうなると2倍家賃がかかることになっちゃいますよね、うんうんうん、一旦全部福島に移しちゃうのかな、ね、でもなんか、大変ですよね、それってプランがわからないね。ねえ、うん、どうするのが一番だ。ご実家だったらね、うん、確かに確かに、北海道がご実家で、うん、実家からだったら、ね、別にね、6ヶ月だけ福島って、はい、いや、どうしてんのみんな、その場合とかねえ、会社から出るたりとかすんのかな、なんかシステムがね、ちょっとね、分からないですよね、分かんないからさ、普通の、うん、こういうね、大変さあるよね、移動がある方とか ね、海外とかもきっとそうだろうしね、うん、なんかね、もうその忙しいと思いますけど、ぜひ小鈴にね、はい、そうですね、投稿、うん、投稿とよろしくお願いいたします。癒されてね、笑いに癒されてください。はい、そんなところですかね。はい、はい、ということで、小鈴の小部屋、今回も楽しくワイワイとお送りしたいと思います。最後までお付き合いくださいませ。ゲームを語る。はい、はい、このコーナーはデボノス製作所&スタジオエゴさんのゲーム作品についていろいろと語っていきます、うんうん、過去の作品も新作もプレイしているユーザーさんの投稿に語ってもらいながら、ゲーム内の質問などはメーカーさんに答えていただいちゃったり、メーカーさんの行うイベントに参加した感想などなどという固有いコーナーです、うん、というわけで、今月募集させていただきましたお題の方が、うん、5周年を迎えた小鈴の小部屋へのお祝い応援メッセージ、うん、というわけでたくさんいただいております、はい、いや、50年かえ、はい、そうですか、そうです、うん、5周年ですすごいね、すごいことですよ本当に。じゃあどんどん行きましょうかね、いただいてるんでいっぱい、はい、うん、早速紹介していきたいと思います、ラジオネーム中崎玉さんからいただきました、うん、ありがとうございます、はい、
ゆいにゃんさやかちゃんコンスズワです。コンスズワコンスズワ、コスズの小部屋5周年おめでとうございます、うん、5年ですか、あっという間という感想しか出ません、うん、毎回楽しい放送をありがとうございます。これからも応援させていただきます。次は100回そして10周年ですねとのことで、うん、いただきました。軽くいただいて最後の方ね、うん、そうですね、お10周年、ね、うん、頑張りましょうね、はい、頑張りましょう。どんどん読んでいきましょう、はい、ラジオネーム黒倉さんね、次ね、はい、はい、じゃあ私読みます。 ありがとうございます、はい、坂木原由衣さん、藤井藤井茶木私の名前言いづらいですよね。本節はコンスズワです。祝福放送60回達成 &5 周年おめでとうございます。ありがとうございます。5年、お二人はこの5年でご自身のどんな変化印象にありますか、うん、ちなみに私は投稿する度胸がとてもついたと思ってます、うん、まず自分の投稿内容は面白くないから恥ずかしいという感情を捨てる去ることからでしたなるほどね、なるほど、なるほどね。いやでもありがたいからね、投稿はね。そうですね。もう一個行こうかな、はい、ラジオネームステイスさんからいただきました、はい、ありがとうございます、はい、パーソナリティの皆さん、スタッフの皆さん、コンスズは、5周年おめでとうございます、うん、2020はいろいろ大変なことが多くてあっという間でしたね、うん、そんな中でも配信が続いているのはすごくありがたいです、うん、仕事で恐縮ですが、リアルでメンタルをやられてしまい、うん、物語を読むことから離れていましたが、つい最近コスズリスナーのさとぽんさんとツイッターで語っているうちに元気が取り戻せました、うんうん、新年早々小鈴とデボ&エゴがつないでくれたご縁に感謝しつつ、これからも小鈴の小部屋から元気をもらっていこうと思います。まだまだ寒い日が続きますので、皆様体調に気をつけて無理のないよう頑張ってくださいね。ではではとのことで、うーん、いただきました。そんなつながりもね、嬉しいですね。あってね、なんか素敵だね。いや仲間とかってね、あと同じ趣味を持ってる人とかってね、うん、はいはいはい、大事大事。そうですね、語れる方がいるって、うん、いいことです ね、 いいね。はい、じゃあ次行きましょう、はい、ラジオネームひづきさんからいただきました、ありがとうございます、はい、ゆいさん、さやかさん、こんすずは、こんすずは、そして番組5周年おめでとうございます、うん、私は出雲情報局から引き続き視聴していますが、最初の頃はアシスタントさん3人の声を聞き分けられなかったんですよね、うんうん、それが今ではさやかさんは野球が大好きとプライベートな情報まで把握しています、うん、月1更新とはいえ5年間のお付き合いは伊達じゃありません。もっともその間にアシスタントさんはさやかさん一人になっちゃいましたけど、過去苦笑いいつの間にか ね、そうですね、そうですね、レベルアップしたさやかさんがその分番組を盛り上げてくれるから大丈夫です。大丈夫かな、おっとプレッシャー、もちろん新メンバーが加わるのも大歓迎です、うん、話は変わりますが、普段ゲームのちょっとした感想や質問をメーカーさんに送るのは躊躇しますが、番組宛てだと率直な意見を気軽に送れて、それにメーカーさんから回答がもらえるのはありがたいです。それなんだよ ね、そうですよね、うん、というわけで早速感想というか希望を一つ、うん、まだヒロインを担当されていて番組にゲスト出演したことがない方をどんどんゲストに呼んでほしいです、うん、こういうご時世なのでリモートや音声メッセージでの出演もありですね、うん、中の人のお話を聞けるとキャラへの愛着が湧くのでよろしくお願いします。過去個人的にはかぐら黎明期シリーズからけいかさんやゆかりちゃんの中の人を呼んでほしいです。あとゲストの話が流れた歌姫あゆみさんも改めてお願いします。本当そうだよ。そうですねそうですね、本当ね、最後に番組を聞いてテンションを上げてゲームをプレイして番組に感想を送るスタイルが自分に合っているので、今後もずっと次は10周年を目指してコスズを続けてほしいです、うん、とのことでいただきました。まさにこれだよね。そうですね、うん、やっぱこうつなぐ役割をしたいよね、このラジオはね、うん、そうですね、メーカーさんとユーザーさんはね、はい、うんうん、そうですね。じゃあ続けていきましょう、はい、ラジオネームムーンライオさんからいただきました、ありがとうございます、うん、ゆいさん、さやかさん、こんすずは、こんすずは、こすずの小部屋5周年おめでとうございます。気づけばこすずの小部屋も60回目、時が経つのは早いですね、うん、これからも楽しみにしていますということで、うん、いただきました、ありがとうございます。60っていう数字もなかなかよね。そうですね、確かにね、はい、はい、じゃあ次ラジオネームサンダー夫婦さんです、はい、ゆいにゃん、さやかさん、
さん、こすずは。こすずは。はい、スタッフの皆様も今回でこすずの小部屋が5周年ということですが、おめでとうございます。これだけ続くというのはすごいと思いながらも、その長さがあっという間にも感じました。はい、思えば私が初めて投稿したラジオ番組もこすずの小部屋だったのですが、うん、そのきっかけはデボの作品が好きだったというだけでなく、美少女ゲームの声優さんにマニアックな某乗り物変形ロボットアニメのキャラ名、カッコハンドルネームを言っていただきたいというよくわからない理由でした。はい。ですが、そういうの抜きで皆さんのやり取りや寄せられる意見などを普通にこすずの小部屋がで聞けるのが好きになり、今でお気に入りのラジオの番組となっています。たまに投稿休んじゃったりしますが、末長く続くことをてんてんてん。そしてコロナ禍が収束した時にはまた出張などのイベントがあればいいなと思ってますと。うん、ありがとうございます。いや、いいの、そういうなんかね、よくわからないね、不純なね、そうですねスタートでもいいのよ、うんうんうん、きっかけでもいいのよね、それが長く続いてるわけですから、はい、ありがたいことですよ。ありがとうございます。はい、じゃあ続きましてラジオネームなずなアットマークさんからいただきました。ありがとうございます。はい、ゆいさん、さやかさん、こんすずは。こんすずは初投稿に4周年おめでとうございますと書いてからもう1年経ったのですね。5周年おめでとうございます、うん、これだけ長い期間やってるメーカーさんのラジオって他にあるんですかね。目指すは10年20年ですね、今年もたくさんの笑いと情報を楽しみにしております。PS 出雲情報局が再アップされていて、こちらも聞かないとなと楽しみが増えましたとのことで、うん、そう、メーカーさんがね、はい、再アップしてくれたから。そうですね、そう、恥ずかしいですが私は最初の頃とかの過去の自分がね、そうですね、いやいやいやね、まあでも歴史ですからね。そうですね、うん、いや、聞いていただけたら、せっかくアップしてくれたから、はい、ぜひね、うん、聞いていただけたらと思います。いいほいほい、はい、続きましてラジオネームかけるさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいにゃん、さやかさん、こんすずは。こんすずは。こすずの小部屋5周年おめでとうございます、うん、こんなにも長く放送を楽しむことができて嬉しいです、うん、まだコロナが落ち着いておらずゲストさんがお呼びできませんが、記念放送などができることを楽しみにしています、うん、最後になりますが、メーカーさん、スタッフさん、いつもありがとうございますとのことでいただきました。ねえ、そうね、ほんと、もうちょっとね、そうですね、落ち着いたらね、時期が落ち着いたら、うん、ゲストさんもそうだし、はい、出張版とかもそうだしね。そうですね、うん、でもなんかさ、これ落ち着いたらさ、はい、みんなさ爆発したかのようにイベントしそうじゃないなんかそうですね、よっしゃーって全員こぞってなんかさイベントとかしそうだから、被らないようにねしたいよ ね一斉のでドンみたいなさ、うんうんうん、なっちゃうからさ、うんうん、ねえ、ちょっと被らないように、うん、みんながね来れる環境のね日程のスケジュールの中でねそうですね、爆発させたよね。はい、いや、そうです ね、 ね、あ、そう、ゲームの中の、ゲームの中じゃない、メーカーの中の、はい、人がいただいております、はい、皆様5周年のお祝いメッセージありがとうございます、うん、開始から5年60回を迎えたわけですが、通常メーカーのラジオですと特定のタイトルの広報的な意味合いの強いものが多く、ラジオを始めた当初は、うん、中の人もここまで続くとは思いませんでした、うん、多くの方に支えられているのは間違いありませんが、特に毎回投稿いただいているリスナーの皆様には改めてありがとうございますとお礼を言わせていただきます、うん、毎回配信でもお伝えしていますが、このラジオは皆様の投稿で成り立っています。いくらメーカーやパーソナリティの皆さんにやる気があっても投稿がなければ成り立たないのです、うん、毎月投稿を募集する中で投稿ネタを考えるのも決して楽ではないと思いますし、普段の忙しい、時間の一部を投稿のために使っていただいていると思うだけで嬉しくもあります。これからも皆様の投稿をお待ちしております。そして最後に少しだけお願いです。時々ラジオだけを聞いていると、中の人も忘れそうになるのですが、このラジオはメーカーの広報ラジオです笑いそうですね、今後も長くラジオを継続していくためにラジオを聞いて作品やグッズを購入したっていうことがあれば、ぜひ投稿に添えていただきたいです、うん、では長くなりましたが、今後もこすずの小部屋をよろしくお願いいたしますってことね。はい、うん、そうなんですよ皆さん。そうですね、
私たちのワイワイラジオじゃないメーカーさんの盛り上げてはいきたいんですけれども広報ラジオです。そうそうそう、はい、なので、まあさまあ、皆さんねいただいてる方いただいてるんですけども、はいね、これやったよとか、ね、これ買ったよグッズゲットしましたとかあったら、はい、もうぜひぜひねそれだけの投稿でも別にねそうですね、はい、いいですよなんなら、はい、うん、あの常時作品とかねあのグッズとかの感想はお待ちしてますので、うん、はい、だしもうなんかゲームを語るに投稿するのがなんかちょっとなんかハードル高そうだなって思うんだったら別に普通メールに、うんうん、そうですね、コンスズは何々買いました、うん、ではでもいいよもうシンプルな、うん、いいよいいよ全然、はい、もうあの、うん、それがきっとその、まあ、私たちっていうよりは、うん、メーカーさんのモチベーションにつながってそうですねやっぱりまたそこで、うんうん、あのいい循環ができて、うん、結局変な話だけど、うん、なんか元気をねもらうわけじゃんユーザーさんからこれ買いましたっていうのを実際に言葉で伝えてね、はい、このラジオ通して伝えていただいて、うん、メーカーさんも元気になって盛り上がってまた良い作品ができてまた皆さんがってなってる、うん、このやり取りの中でこのラジオも、はい、言ったらゲストさんを呼べることになったりとかそうですね何かイベントができることになったりとかするわけで、うん、だからこのやり取りどこが止まっても多分ダメなんだと思うのね、はい、うん、なのでまあ、5年もね続けられたってことも一つのね、はい、誇れることだと思うんですけども、まあ、5年経ったここから先ももっともっとこすずの小部屋が進化して、はい、なんかそういう、まあ、こういう世の中を一旦味わったからこそね、はい、なんかこうみんなの気持ちを一つにして盛り上げていければいいのかなっていうのは改めてこの図式みたいなそうですね矢印みたいな、はい、元気矢印みたいなその、はい、元気の矢印があるじゃん、はい、なんかあれがなんか見えた気がするそうですね、うん、改めて、うんうんうん、でうちらはだからユーザーさんの声メーカーさんの声を形にするだけの話だからうちらは、はい、うん、だからここの中継地点をね、うん、うまく利用してもらって、うんうん、で楽しく聞いてもらったりとかして、うん、なんかうん、みんなとなんかこう一つになって盛り上がれたらいいのかなと思うので、はい、だからねいつも投稿してくれてる方はもちろん本当に毎月ありがとうねっていう本当にねマジでありがとうっていうところもありつつ、ね、うん、本当聞いてるだけのリスナーさんとかも、はい、全然あのこの輪の中に入りませんかみたいなあの、元気、ね、あなたからももらいたいんですけどっていうね、はい、ここを通してね、はい、っていうのうちらだって元気もらえるわけだからいや本当にそうですね、うん、なんで本当ちょっとねあの投稿っていうのって1ハードルあったりとか、うん、ライブに行くとかも一緒だけど、うん、なんかこう1ハードルあるかもしれないけど、はい、ちょっと動かしてもらえれば思い越しを、はいはい、多分その一通だけでもむちゃくちゃ元気になる人がこの世の中にいるっていうことよ、うんうん、本当にそうですね、うんうん、だからあなたの少しのお時間いただけるだけで、うん、多分めちゃくちゃ喜ぶ人が何人いるんだろうね、もうすでにね、メーカーさんでしょ、メーカーさんの中に何人いるんだろうメーカーさん、ね、そうですね、あとうちらでな、うん、そうですね、もう2人は絶対で、はい、もう絶対です、でメーカーの中の人、はい、もうね、こう1人は絶対、当たり前だけど1人は絶対いるわけだから、うん、3人は確実なわけじゃん、うん、でやっぱこのラジオを一緒に聞いてくださってる皆さんも、うん、あ、その作品俺もやったよとか、うん、仲間が増えたっていう気持ちが ね、またあれば盛り上がりますしね、うん、そこからね、ね、うん、でまたここのねツイッターの交流とかねすごいもうそういうのとか嬉しいですもんね、仲間とかでね、このラジオでは、うんうんうん、ちょっと語れない部分のところ、うん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 、ちょっとこれ長くなっちゃうなみたいなところ仲間でさ、いやそこのシーンとかっつって言ってもらってもいいわけだし、うんうんうん、なんかね共有できる部分ってむちゃくちゃあるからさ、うん、こんなにね立場もバラバラで、はい、住んでる場所も違くて、うん、あれだけどなんかこう一つのコンテンツで、はい、こんなにもなんかさつながれるってさ、うん、はい、すごいよね、いや本当にそうですね、うん、そういう場として長くね小鈴の小部屋も続いていってくれたらいいなって、うん、でも私たちもね、はい、あのバカなことしてますけどそうですね、そうですね、バカなことしてますけど、はい、あの一応真面目にあの、はい、5年やってきてるのでそうですね、中身はね、はい、真面目なのよ、気持ちはねすごく気持ちはあるんですよ、はい、なんかメーカーさん盛り上げたいなっていう気持ちと、はい、ユーザーさんからねなんか買っていただいて、うん、作品の感想とか楽しんでもらったらいいなっていうのもあるのでね、はい、うんうん、なのでこのなんか図式が形
活性化するようなね。そうですね。感じにしていきたいですね。はい。うん。いやでも5年かすごいね。いやそうですよ。マジか。ね5年で何か変わりましたみたいな投稿ありましたよね、うん、そういえば、うん、なんか何か変わったかな。どんな変化が印象にありますかでした。さやかちゃんと2人になりました。変わりましたね。そうですよね、うん、見た目景色が変わりました。確かにそうですね。あとなくないな。ある。まあ、確かにあのそんなに何、うん、体の最近膝が悪いとかそういう変化はあるんですけど。なんか体の調子の話。そうですね。はい、そっか。はい、そうだよね。それで言ったら私も一回ね、うん、このコロナ禍で一回胃腸をやられたからね。あそうですよね、うんまあ、ただの運動不足だっただけだけど。なんかすげえ本当になんで病院来たんだみたいな感じで言われた感じでしたけど、でもなんだろうね、まあ変わったっちゃ変わったところがあるのかもしれないし、変わってないっちゃ変わってないし、なんだろうね、変わるべきところがまあなければ別にそうですねいいとも思うし、多分なんだろう、気持ち的に変わらないものの方がもしかしたら大きいのかもしれない。うん、確かに変わらないからこその安心感だったりとか、うん、ほっとする時間だったり癒される時間だったりに、うん、なっていただけたら嬉しいですよね。多分もともと取り組んでる形っていうのが、うん、本当に気持ちがガーンとあった上で、はい、なんかいろんなことが形になってるから、はい、そうだね、変わるってなんかね、もういいことでもあるし、うん、悪いことにも取れる場合だってあるからね、変わっちゃったなとかね、そうですね、あるけど、そういう意味でいい意味でやっぱり変わりたいし、いい意味で変わらないでいたいしっていう、はい、もう、まあ、私の座右の銘なんですけどね。変わらず変わるですよね、はい、そうなんですよ。そうですね、だからまあそこは本当に感じてるし、はい、多分そういう風な形であることが多分長く続けられる秘訣です。勉強になります。いや私長く続けてること多いからね。いやそうですよね、うん、そう考えるといろんなこと考えた時に長く続いてるもの多いなと思って、じゃあなんか秘訣って何ですかみたいな、そのご長寿の秘訣、はい、肉を食いますみたいなもんでさ。ご長寿の秘訣肉を食うことなんですか。なんかテレビでよく見るよ。え本当ですか。そうあのご長寿の秘訣ってお年寄りの方でね、元気いつまでも元気なっていう人に、はい、大体ねあの出てくる言葉肉を食いますとかやっぱ肉なんだなと思いながら、私もやっぱ肉が好きだしね、なんだろう、生肉大好きですから。そうですね、野生味がワイルドだわ。でもなんかやっぱ秘訣があるんだよね。そうですね、でもね、うん、一番そのもちろんその変わる変わらず変わるの座右の銘もそうなんだけど、はい、変な話スピリチュアルなところだったりもそうだし、うん、全体的に私が本当に全部思うのがもっと簡単なことで、はい、長くやれる秘訣、はい、笑うことなの、笑顔、これって楽しいとか、はい、面白いとか、はい、笑いとか笑顔ってマジで 長くする秘訣だからね。なるほど、笑顔をじゃあ大事に、うん、ダメな笑いはダメだよ。だけど本当楽しいとか、はい、マジで本当に笑うっていうことって本当に大事なのね、うん、はい、うん、何のラジオかよく分かんなくなってきたけど、そうですね、そう、はい、ゲームやって楽しいなというところもそうだし、うんうん、まあラジオ聞いて楽しいなっていうのもそうだし、はい、うん、なんかそのでそれでありがとうっていう投稿、ありがとうっていう笑顔もそうだし、はい、だ笑顔とか笑うって本当に大事だと思うから、はい、皆さんね、いろんなことがあると思うけど、はい、なんかこう楽しいこととか笑顔に、ね、なれるようなことを見つけて、はい、共有して、はい、なんかね、いろいろ生きていったら長くいろんなことが続くよ。お笑顔を大切にするラジオですね、うん、なんか私、はい、なんか話しに行った方がいい、どこに講演会、講演会しに行った方がいい。そうですね、なんかこのラジオで話すことで合ってるのかなっていうね。そうですね、いやでも大事大事、そうですね、本当にね、うんうんうん、もう
そうやってね、なんか楽しく、はい、ね、やっていきましょう。はい、たくさん投稿ありがとうございました。以上、ゲームを語るでした。キャラにお願い、ヒューヒュー。はい、このコーナーはデボノス製作所スタジオエゴさんに登場する私たちが声を担当したキャラクターに好きなことを言わせちゃおうというコーナーです。うん、今回も結構いただいてますね、はい、ありがとうございま す, います、ね、セリフも考えるの大変なのに、ね、と思うけど楽しんでもらえたら嬉しいな、ね、うちらもね、ちゃんとやるのでいろいろ頑張ります。キャラがそうです、ね、ちょっとずれてるかもしれないけど、そうですねやるので、はい、っていうね、それこそそんなやつ来てるよね。そうですね、はい、ラジオネームサンダー夫婦さんからいただきました、はい、ありがとうございます、はい、お二人が声を忘れてる可能性が高いんじゃないかと思っていますが、はい、ケイオスラビリンスよりエレナとミレーネでお願いしますということで、もうだからなんか私たちに挑戦させる、思い出させるコーナーですね。そうですね、キャラ思い出してみたいなコーナーになりつつあるけどね。やったでしょっていう。いや確かに、これわざわざメーカーさんからサンプルボイスを取り寄せました。はい、私たちありがとうございました。本当にいやそれでもちょっと自信ないよ、合ってるか。私もです。今から発して自信が、ね、はい、あるかどうか。2021年バージョンだと思ってください、はい、思ってください、はい、じゃあ行ってみましょうか。はい、はい、コスズの小部屋5周年記念チャンネル、うん、やったのはいいものの視聴数が伸びないわね。何がいけないんでしょうか。コスズの小部屋の知名度、チャンネルの内容、うん、いや、やっぱり色気ね、ミレーネ、ちょっと脱ぎなさい。タイトルもコスズの小部屋5周年かっこサキュバスが脱ぐようにするのよ。え、なんで私が。堕天使は脱がないのに。と、実際にやってみて1週間、めっちゃ再生回数伸びたけどね。コメント、私の裸関係ばかりで小鈴のこの字もないですね。いや、なるほどな、なるほどね。どっちを取るかだよ。もう、そうですね、数を取るか、うん、内容ちゃんとお届けするか、うん、脱ぐか。この何、この小鈴の小部屋もなんかこう、はい、再生回数とか視聴者数伸びるために、はい、脱ぐかっつっても、はい、ラジオですからね。ですからね。そうですね、ボヨンボヨンとか言うしかない。ボヨヨンとかって。ボヨヨン、ひどいね。ラジオとしてひどいね。だボヨヨンはすごいです。ボヨヨンボヨヨンって言うしかない。古いし、これ誰がわかんの。ダッダンは誰がわかるんだろうね。昭和の香りがすごいですね、CM のね。ダッダンは私ちょっとわかんないです。そうだね、世代ちょっと、エンジニアさん笑ってるからね。あ、エンジニアさんはもう夜間持ってね、はい、マッチョな女性のね、はいはいはい、ダッダン、ボヨヨン、ボヨヨンっていうのをね、ちょっと調べてみて。わかりました、後で、ね、はい、検索してみます。何の話かなっつって、はい、このおばさん何の話してんのかっつって。おばさんじゃない。はい、はい、ありがとうございます。5周年にかけてくれてね。そうですね、はい、じゃあ次いきましょうか。あ、じゃあこれにします。ラジオネーム運命の車輪さんからいただきました、はい、ありがとうございます、はいはい、榊原由衣さんと藤崎さやかさん、それぞれ先人乙女のみやびとケイオスラビリンスのリファーナでお願いしますということで、はい、最近のリファーナ活躍、そうですね、ありがとうございます。なんだろう、ね、ネタキャラになってるのかな、ね、真冬ちゃんがいなくなっちゃったから。あ、そっか、ね、そこ枠、真冬ちゃん枠ですよ多分。これそこ枠、はい、色的にも、あ、そうですね、色、そうですね、あの寒色系、寒色系的、はい、うん、青色で。じゃあ行ってみたいと思います、はい。リファーナさん、節分用の恵方巻きを買ってきたので、よろしければどうぞ。ありがとうございます。ちょうどお腹が空いてたんです。今年の恵方は南南東です。食べている間は決して喋ってはいけません。はい、わかってます。あ、うん、うん、ごちそうさまでした。とても美味しかったです。今のは失敗です。南南東からわずかに方角がずれていました。
なのでもう一本、どうぞ。そう、ですか。では、いただきます。方角はこっちで間違いないですよね。よし。ああ。ごちそうさまでした。今のも失敗です。食べている時にわずかですが、声が漏れてしまっていました。なので、もう一本。どうぞ。もう結構お腹いっぱいなのですが。どうぞ。わかりました。では、いただきます。ごちそうさまでした。今回は大丈夫ですよね。方角も合ってましたし、声も漏れてませんでしたよね。はい。完璧でした。よかった。さすがにもうお腹いっぱいです。当分恵方巻きはいりません。では、明日の節分でも同じようにお願いします。今日はまだ2月1日でした!ひどい目に遭ってますね。ちょっとすごいね。ちょっといじめだよね。いじめですね、これね。いじめですよ。なんかこの、なんだろう。聖なるいじめ、この道と聖の聖ね。そうですね。なんかすごい静かなるいじめが始まってますね。大丈夫かな、みやび。ねえ、みやびちゃん。プログラムが大丈夫かな、これ。ねえ、ちょっと。ターゲット、リファーナ。ちょっと。録音されちゃった。録音されちゃった。録音だ ね。これは完全に。すごい対策ですよ、今回も。ありがとうございます。これリハーサルだったのかな。ねえ、リハーサルで食べさせられてる。ね、前日に食べさせられてる、ね、いやそうね、ほうまきは本当にダンサーちゃんとね無言で食べた、本当にあのあれが鼻息だけの時間、鼻息だけの時間鼻息だけが漏れる時間がね本当に苦痛だったからね、多分しないと思いますあれなかなかね、なかなかね、そうですよね、一本はね結構ね量がありますからね、1本は難しいよ、はい、うん、もう一個だけいこうか、はい、じゃあこれにしますか、うん、いこう、はい、ラジオネームステイスさんからいただきました、ありがとうございます、うん、パーソナリティの皆さん、スタッフの皆さん、こんすずは、こんすずは、こんすずは、最近気分が落ち込み気味なので元気の出るセリフを各キャラ一言ずつお願いさせていただきます、おうおう、配役榊原由衣さん、月雲のフレイヤー、かっこ洋流、うん、先人乙女のエリザベス、お、藤崎紗友香さん、ケイオスラビリンスのリファーナ、大活躍大活躍、はい、先人乙女のおうかげつということで、うん、いただきました、はい、じゃあそれぞれ、はい、のセリフってことね、はい、オッケー、じゃあ行きましょう、あなたに暗い顔は似合わないわ、私たちが応援してあげる、ファイト、いっぱい遊んでいっぱい寝ると元気が出るよ、笑う角には福来るね、あんたは偉いはい、ありがとうございました、あんたは偉いはなんか関連ないよね、ですね本編ミプレイ&ラジオのイメージなのでこんなこと言わねえというツッコミはご勘弁くださいということで、まあ、キャラとしては注意書きをいただいてます、はい、キャラとしては言うと思うのね、はいはいはい、応援してあげるよっつって、いっぱい遊んでると元気出るよ、笑く服着たるね、うん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 、あんたは偉いってなんだこれなんかその、まあ、まあ確かに確かにみたいなまあ偉いって言ってもらったらちょっと気分は上がりますよね、褒めてほしかったね、そうですね、うん、褒められたい褒められたいな、褒められたい、はいでちょっとでも元気がね、そうですね、偉いですね、これでね、素敵なセリフありがとうございます、はい、なんか聞いてください、こんなんでよければありがとうございました、うん、引き続き投稿よろしくお願いします、以上キャラにお願いでした、こすずの告知のこべや、メーカーマスコットキャラの私こすずがメーカーさんからの告知をこすずっとお届けします、新作情報、皆さん1月22日に発売されたかぐら黎明期経過の書、プレイしていただけましたか、まだの方はぜひ公式通販をポチンとしてもらえると嬉しいです、さて次回作玉神楽奮闘記2は
いよいよ4月23日発売予定。カブラギゆかりと犬堂千早のダブルヒロインの2作目が登場。メロンブックス様、ゲッチヤ様、トレーダー様、中京マイコン様、デボノス製作所公式通販にて優勝特典付きパッケージ版を予約受付中です。詳しくは公式サイトを確認してくださいね。バイノーラルドラマ情報。本編にはないあなたとのラブラブな日々をお送りするバイノーラルドラマシリーズ。現在隔離世の最悪と写し世の戦姫さやか編のイムロさやか、神楽黎明期シリーズよりカブラギゆかりと犬堂千早のバイノーラルドラマを配信中。今後他のヒロインも登場予定なので、ぜひぜひチェックをお願いします。3月配信予定の次回、3月といえばそうホワイトデー。日頃いろんな意味でお世話になっているヒロインたちに感謝の気持ちを伝えましょう。というわけで次回ゲームを語るのコーナーでは、ホワイトデーに感謝を伝えたいヒロインを募集します。キャラ名とプレゼント内容などを募集します。プレゼントの内容、プレゼントもらえるの？もちろん女性リスナーさんから男性主人公へ感謝を伝える投稿も大歓迎です。以上、小鈴の告知の小部屋でした。はい、小鈴の小部屋、そろそろお別れの時間になってしまいました。投稿募集のお知らせいきましょう。はい、小鈴の小部屋では皆様からの投稿をお待ちしております。ふつおたではラジオの感想、私たちへの質問やメーカーさんへの応援メッセージなど、ゲームを語るのコーナーではデボノス製作所&スタジオエゴさんの作品に関する感想や質問など熱い思いを募集しています。というわけで、来月募集させていただきますお題の方が、ホワイトデーに感謝を伝えたいヒロイン、でなんか小鈴がさ言ってたよね、プレゼントの内容とかつってたよ、ね、そうですね、言ってましたね、プレゼントもらえるのつって言ってたけど、キャラ名とプレゼントの内容などだからどういう風にチョコをもらえたとして、そのヒロインからどういう風にあなたはお返しするの、ホワイトデーにねっていうやつだよね。これは楽しみですね、投稿が。これはまたちょっと ね楽しみですね。いろんな壁が見れそうですね。そうですね、ワクワク、いろんな癖や壁が見れそうですね。そうですね、いいですね、楽しみにしてます。 そして常時募集させていただいておりますお題の方が、おすすめのデボ&エゴのタイトルということで、こちらもね、作品などプレイされたら感想を送ってきてくださるとすごく嬉しいです。はい、はい、なんか普通メールの方にも普通歌の方にもなんかこうね、さっきも言いましたけども、このグッズ買ったよ、ゲットしましたよとか、なんかこのグッズをお部屋にどんな感じで飾ってますとか、どうやって使ってますとか、そうですね、なんかそういうもう自分の周りにあるもののネタで全然大丈夫なので、なんかね、デボンさんね、スタジオエゴさんがなんかこうわ嬉しいなって思うような投稿もぜひぜひね、お待ちしておりますので、気楽に投稿しちゃってください。はい、お願いします。そしてキャラにお願いでは、デボンの制作所&スタジオエゴさんでパーソナリティ2人の演じるキャラに言わせたいセリフを募集しています、キャラ名と言わせたいセリフを書いてくださいね。想像でも妄想でも短くても大丈夫ですので、好きなセリフを言わせちゃってください。そしてですね、このラジオに投稿して採用された方の中から小鈴賞に選ばれた1名様に小鈴の小部屋オリジナル缶バッジをプレゼントしますので、どしどし投稿してくださいね。缶バッジには2つサインが入っていまして、山本先生は必ずと私たち2人からランダムです。はいはい、投稿は小鈴の小部屋特設ホームページ内にある投稿フォームからお願いします。今回の投稿締め切りは2月19日金曜日です。次回小鈴の小部屋の更新は3月上旬を予定しています。更新などの情報は公式ホームページやデボノス製作所スタジオエゴのツイッターアカウントをフォローして情報をチェックしてください。はい、このラジオ皆様の投稿で成り立っております。ということで、投稿でこうつながる一つの輪ということで、ぜひ聞くだけリスナーさんも投稿に参加してこのラジオ盛り上げてやってください。はい、お願いします。まあこの5周年をね迎えて、これ以降ね、パワーアップもしたいのでね、そうですね、この、この世の中がちょっとね落ち着いたらね、なんかこう
パワーアップした小鈴のなんか何かができればいいんだけどね。そうですね、パワーアップした何かが、何かがね、はい気持ちはすごいあります。気持ちはあるんだけどね、はい、そうだよね。なんかまあでもこういう期間の間にやっぱりこのやり取りがね、別に合わなくても、はい、投稿とかラジオとかで、そう、ね、うん、そう届けできる情報とかね、いっぱいあるので、はい、これは変わらず楽しめるというか、はいね、私たちは、ね、はい、あの、うん、ラジオの収録さえできれば、そうですね、多分大丈夫なので、はいはい、みんなで元気にね過ごしていきましょう、はい、ということで、じゃあ今月の小鈴賞行ってみましょう。はい、ペンネームハラミツさんです。おめでとうございま す。北海道の方に送ればいいのか福島の方に送る、そうですね、6ヶ月いるということは福島の方なのかな、まあ、なんかそうですね、あのどちらかね、うん、あの、はい、確実にゲットできる方のご連絡先をね、はい、あの教えてください。大変だと思いますけど頑張ってください。ねえ、はい、こんな中でね移動するとかね大変だと思うし ね、なんか家にいるのもじっといるのも大変だと思うし、移動するお仕事も大変だと思うし、はい、もう今はもうどの状況でも多分ねほとんどの皆さんが大変なので、そうですね、皆さんでこの大変をもう共有してですね、はい、一人じゃないというので、はい、小鈴の小部屋があると、はい、でこの制作所&スタジオエゴがいるとはい、いうことで、そうですね、皆さんのね少しでも心のオアシスにね、はい、なるようにやっていきたいと思いますよ。はい、はい、というわけでオリジナル缶バッジ届きますのでメーカーさんからのご連絡に対応してください。はい、では次3月か、すごいねすごい、ね、早いですね、早いね、もうすでに早いねって感じてる、早いですね。というわけで、小鈴の小宮、次回も楽しみに。お相手は榊原優と藤崎さやかでした。バイバイ。